今週も始まりましたおしゃべりビング5月28日号編集部の遠野です。同じく由美子です。それでは早速リビング広島5月28日号の見どころを紹介していきましょう。はい、今回の一面記事は大人綺麗な浴衣です、はい。今回はリビングカルチャークラブで着物の着付けを教えていらっしゃる青木先生にお話を伺いまして、まあ、昔買った浴衣がありますよね、うんうん、でもなんか今もうちょっと柄的にちょっともう無理かなみたいなのがあったりすると思うんですけども、帯とか帯留めを加えることで、うんうん、結構印象が変わってくるので、その印象の違いを紹介しております。今帯留めも可愛いのが出たりとかしてて、ね、可愛いですね。そうなんです。そうそう、なんか本当帯の、はい、真っ赤なのじゃなくて、うんうん、ちょっと大人っぽい帯にするだけで浴衣着れるんだなと思ったりして。そうなんですよ。あと着物の、うんうん、夏用の帯もあるので、うんはい、夏用の帯であればその浴衣にも巻いても OK ですよっていうふうなことを言われてました、うんうん、で2面ではその着物浴衣の着方を紹介しております。こちらは動画でも紹介しておりますので、ぜひご覧になってみてください。その他ですね、街角グルメと、あと親子で見ていただきたいハッピーウェディング特集、あと虫歯の日にちなんでですね、歯科の病院ガイドを紹介しています。はい、また口コミのページでは安田女子大学とコラボしたグルメガールズで、エストンズカフェ神安店を紹介しております。今回から地元のテレビ局の魅力を紹介するコーナーがスタートしました。で第1回目はテレビ新広島で、長年続いている広島満点ママの魅力に迫っています。はい、でそれから今回から子育て応援キャンペーンをスタートしております。いかがですか。はい、今年4月からですね、はい、1年間かけて、はい、子育て家庭を応援しようということで、はい、子育てキャンペーン一人じゃないよっていうのをスタートしました、はい、で第1回目はですね、小学生の親御さん、はい、3人に集まってもらって、で小学校生活を楽しむためにはというような座談会を行いました、うんうんはい、小学校1年生って結構小1の壁ありますね、うん、ありますよ ね、 ね、うん、でお母さんの壁もあるし、ええ、お子さんたちも結構ストレスがあったりするので、その辺を変わりますもんね、うん、そうそうそう、その辺をこういろいろざっくばらんにお話を聞きながら、はい、進行役の人にこういろんな子育てのアドバイスをもらったりして、うんはい、で私もちょっとだけ子育ての相談して、ちょっとそれ実践してみたら、結構もうちょっと子供も私も気持ちのいい方向に流れたりしたので、そうなんですね、そうそうそう、これを重ねるごとにみんないい方向に変わって、そうですね、そうそう変わっていったらいいなと思います。はい、はい、ということでね、今回、14面で気になる数字の中でも紹介してるんですけども、オバマ大統領、アメリカのオバマ大統領が広島に訪問するということですね。リビングとして、インタビューすることはないんですけど、もしかしたら27日急にお呼びがかかるかもしれない。オバマ大統領にインタビューしませんかと言われる可能性ありますよ、はい、ということでね、予行練習したいな誰がオバマ役、うん、私がオバマどうしよう、名刺とか交換するかなはい、ハローオバマだよYes。 なんで広島に来ようと思ったんですか。みんなが行けっていうダメじゃない、なんか広島で食べてみたいものとか。ああもちろん、はい、広島風お好み焼き、うんうん、箸は使えるんです。あ、使えますよ、うん、あ、そうなんですね、うん、はい、私サウスポー。あ、そうなんですね。誰に習ったんですか。 お母さんお母さんなんかご家族にお土産とか広島で買って帰られますか。いや、私、好物が抹茶アイスクリームが大好き、うん、それ買って帰れないですよね。持って帰ろうと思って私、趣味いろいろあります、はい、趣味がですね、はい、読書、テレビ、テレビ、音楽、はい、バスケット、ゴルフ、はい、ゴルフの成績はどうですか。いまいちですね90ぐらいですじゃあはい、帰るね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ということで、おしゃべりビング5月28日号いかがだったでしょうか。この動画を見て面白いと思った方は高評価ボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そしてリビング広島5月28日号の紙面はリビング広島のホームページからも見ることができます。リビング広島のホームページはこちらです。それではご視聴ありがとうございました。編集部の遠野と由美子でした。また来週。